皆様、お久しぶりです。今回も前回に引き続き筆箱を紹介していきたいと思います。現在筆箱こちら使用してます。まずスリッポンの BT ペンケースとマンソーのブライドルペンケースです。こちらが主に使用しているペンケースで、ノート取りとか問題解くときに使ってます。そしてこっちが、だいたいカバンの中入ってるんですけど、テープのりとかマジックとか、その他もろもろたまに使うようなものがごちゃごちゃ入ってます。今日はこちらを紹介していきたいと思います。では紹介していきたいと思います。まず消しゴムですね。消しゴムは無印の白小です。いろいろと消しゴムに関しては迷走したんですけど、アセットラーの使ったりファーバーカスルのプロントイレーサーっていうものを使ったりしたんですけど、最終的にこれに今はなってます。安くて消しやすくて、デザインもね、デザインっていうかこのクリーム色のこのスリーブがとてもいいです。落ち着いてますね。で、ペンシル1本目がセットラーの9253505です。こちら現行でも、9253505ってものあるんですけど、旧型の黒いやつです。この前限定で黒い9255も出てたんですけど、あれ欲しいんですけどね、なかなか手に入れづらい、僕の地域でして、っていうところですね。デザインと書きやすさ、高次元に両立してまして、見た目すごいですよね。昔1000円だったんですけど、1000円でこれはフルメタルですごいと思います。コスパいいです。ただですね、この使ってるとですね、見えますかね、ちょっと剥げてくるんですよね、塗装が。そこが難点です。2本目が PG1505 です。こちら昔ペンテルから出ていたエセズ用ペンシルです。こちらのシリーズ 0.3 と 0.4 と 0.5 ありまして、それの 0.5 です。神経によって値段が変わってくるので、軸のデザインもかなり変わってきます。0.5 のモデルは軸が黒で、僕はこの黒のデザインがすごい好きで気に入ってます。ペンテル独特のね、この製図用ペンシルのカチカチっていう、この精密なノック音とか好きです。書き味も好きです。今はハイユニの 2B を入れてます。こっちにも 2B を入れてます。ではボールペンですね。ボールペンこちら、モンブランの S ライン、また新たにっていうか、この筆箱に入りました。祖父からいただいたものです。中には赤インクのリフィルが入ってます。モンブラン独特のぬるぬるっとした油性のインクの書き味、僕すごい好きなので、また入れました。であとシルバー、黒とシルバーで統一したいなっていうペンが、そういうこともありまして、今 S ライン入れてます。で、万年筆1本目が、常連のラミ2000プレミアステンレスです。地幅は M、 インクは色しずくの夕焼けを入れて使用しています。重要語句とか書くとき使ってますね。最近あまり出番ないです。
で万年筆2本目、まあ、万年筆1本だけにしようかなって思ってるんですけど、まあ、なかなかね1本にしてするとノートの取り方がちょっと分かんなくなってきちゃうので、まあ、今は2本でいいかなって思ってます。2本目、エステデュポンのデフィです。こちら旧型ですね。ニブはこんな感じ。金ペンじゃないです。スチールニブです。こちらまあデザインですね。本当にデザインでまあ買いました。で実際手に持ってみると結構軽いんですよ、見た目の割に。まあ、なので全然実用にも向いてますし、いいですね。まあさすがにキャップをポストすると長すぎてちょっと使いにくいんですけど、まあポストさせないでそのまま使ってます。インクはモンブランのミッドナイトブルー、こちらを入れて使用してます。まあこれで主にノート取りとか数学とかはしてないですけど、国語とか、あと物理とか、まあいろいろで、まあペンシルで、数学とかペンシルでやってます。で最後、まあ、定番っていうか僕の筆はこのいつも入ってるグラスルーラー、こちら結構指紋が目立ちますね。これまだ一回も割れてないです。まあこの前ですね、机からちょっと落としちゃったんですけど大丈夫でした。さすが強化ガラスといったところでしょうか。まあ、大事に扱っていかなきゃいけないですね。はい、ではこんな感じですね今は。まあまた筆箱の中身が変わったら紹介していきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。Twitter、Instagram、フォローお待ちしてます。